姿も確認できていないだろう。今すぐ逃げろ。もう遅いよ。キャラクターの移動方法は簡単ですよ。空いてる空間をタッチしてください。ターゲット指定攻撃は敵のキャラクターをタッチするとターゲットを変更できます。ウルトラマンが攻撃。それじゃあスキルを使ってみましょうか。スキルは空いている空間をタッチした状態で攻撃します。方向を決定した後で指を離した敵と諸星さんでやってみますか。戦闘中のキャラクターを直接タッチしたり、下のキャラクターのサムネイル、そろそろスキルを使ってみましょうか。ちょうど諸星さんの周りに敵がたくさんいますね。集まっている敵は諸星さんのスキルを使い、今まで教えたことを活用し自由に戦闘を続行してみてください。かつてこの世界には光の巨人と呼ばれる存在がいた。てかめんどくさそうなシチュエーション。あいつら西高の連中だよね。あ、関わんないのが無難でしょ。でもポイント高いよな。あ、何で。おい、力を抑えて相手すれば大丈夫だよな。なんだてめえ。やめたまえ。彼女たちが嫌がってるじゃないか。何てめえ、この子の彼氏とか。あ、いや違います。ただできれば付き合いたいなみたいな。あれか、今時珍しく正義感ってやつ。あ、いやそういうんじゃないですけど。じゃあなんなんだよ。すげえうぜんでてめえ。ごめんなさい。おい、おい大丈夫かよ。おい何したんだよ。足を掴んだだけで。おい誰か警察呼べよ。大丈夫だ、俺はただ。やばいよこれ。あんなことするつ。ほう、まだ。
っ